ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ東京より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介するのがこちら、アストンマーチンバンキッシュ2015年式、はいはい、こちらになります。はいはい、前回のベンテイガに続いてのそうですねイギリス車つながりイギリス車つながりで、はい、これは、うん、一応アストンマーチンの中で一番上のそうですね、はい、バンキッシュなので、はい、当時 で、ね一番上のモデルになります。なるほど、はい、じゃあ早速外観からちょっとはい、はい、まあちょっと目を引くのがはい、まあ、アストン独特のグリルとここはやっぱり変わらないんですよ。変わらないですね、はい、この辺はね全く一緒です、はい、なるほど。というのと、はい、カーボンのこのカーボンの面積がすごいですね。すごいですよね、はい、リップスポイラーというか、うん、はい、そして真ん中はこれボディ同色な感じの、うん、はい、そうですね、ここはちょっと凝ったデザインな、はい、うん、になってますね。なってるんですね、まあ、あと、はい、あとちょっと見ていただければ分かりますけど、はい、ちょっとボディの材質とか、はい、まあ、特殊なお車なんで、はい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 、その辺も含めて、はい、ちょっと見ていただければ。なんかこう僕勝手なイメージでこうラグジュアリークーペかなと思ったら全然違うんですよ。いや全く違います、はい、覗いたらもう至る所がちょっとこう、うん、はい、ただものじゃない感じが。ただものじゃないです、はい、言ってみたらスーパースポーツですね。ですよね、はい、下ももう真っ平らだし足回りもなんかすごいの入ってるし。そうです、はい、じゃあちょっとその辺を順番に、はいはい、でボンネットもすごいですねこれダクトが。そうですね、はい、これシルバーでペイントされてるんですかね。ペイントされてますね、はいはい、そしてこのメッシュもこの何ですか、普通のメッシュじゃなくて六角形、そう、六角形、はい、ちょっと複雑なメッシュで、うん、はい、でボンネットとこのフェンダーのプレスラインもなんか、はい、ちょっと変わった感じで、うん、ここにもプレスラインが入ってこっちでこう、はい、そうなんですよね、複雑なんですよね意外と。ですよね、ボディ全体がこう膨らんでたりとか。そうですね、はい、ちょっと他にない、うんうん、独特なスタイルです。個性的なスタイルになってます。そうですね、うん、そしてフロントノーズ結構長いっすね、うん、はい、さすがに大きいエンジン積んでますからね。ああ、なるほど、はい、12ですね。12人ですね、はい、で横に回っていくと、うん、はい、足元がまたこれすごいです、はいはい、これホイールは何インチですか。これ20インチ。これ20インチです。なるほど、はい、天面ポリッシュというか。そうですね、こんな感じですかね、はい、はい、うん、あとグロスブラックのバイカラーな、はい、そうです、ホイールにカーボンセラミックのローター、はいはい、2ピースのものがついてますね、うん、でブレーキもこれ6ボットですか。6ボットですね、はい、ポット、そうですね、はい、もうローター系もキャリパーもものすごく大きなものがついてます、はい、そしてちゃんとなんかこの辺のボルトとかもなんかすごくおしゃれな感じの、うん、はい、一見すると社外かなっていうぐらいちょっとおしゃれな感じのボルトになってますね。そうですね、はいはい、でセンターキャップにはしっかりアストンマーチンのマークが入ってます、うん、はい、で車高もなんか割ともともと低いですね。あの意外と、はい、腰高な感じはしないですよね。そうですよね、うん、なのでどしっとした感じです、はい、で横に回っていくと、はいはい、この Q っていうのが、はい、なんか007の、うん、はい、なんか武器作ってる、はい、課長ですね。課長なんですか、はい、カメラマンが課長ってダサいから言っちゃダメって言いました。あ、そうなんですか、はい、でこれなんかその Q っていう、はい、キャラクターになんかちなんで、はいはい、そうです、出来上がってる車。そうですね、ですね、まあ、いろんなメーカーで、はい、オーダーシステムってあると思うんですけど、はいはい、アストンマーティンは Q、Q by アストンマーティンですね。なるほど、はい、デジーノとかそういうこと。あ、そうです、インディビジュアルとか。そういうことなんですね、はい、あ、なるほど、はい、カスタムオーダーメイドみたいな、まあ、いわゆるボンドカーじゃないんですけど、うん、まあ、その007に結構ちなんだというか。そうですね、はい、車になってるんですね、はい、はい、まあ、過去にボンドカーになったこともあるメーカーなんで、まあ、そういうところにちなんでるんですよね。はい、なるほど、うん、で横もなんかすごくスタイリッシュなこのダクトとメッキパーツと、うん、はいはい、これウインカーがここに埋め込んだんですか。そうですね、はい、曲線というかあのラインも非常に、はい、プレスラインが複雑ですね。すごい、なんで綺麗ですね。ちょっとね、サイドスカートもなんかこう一回えぐってからのサイドスカート、うん、そしてこのミラーのベースとかすごいですよね、うん、いいですよね。もうまんまレーシングカーですよね。まんまレーシングカーです、はい、本当になんかスーパーカーにも採用されててもおかしくないような、はい、はい、そのぐらいちょっとシャープなミラーのベースが、はいはい、そして後ろに行くと、うん、窓枠とかも意外にこうなんですか、メッキの範囲が大きかったりするんですね、はい、はあ、なるほど。そして後ろに行くと、うん、後ろも同様ですかね、20インチ、うん、はい、そうです、当然後ろは幅がちょっと広い305のタイヤが装着されてます、はい、で後ろは4ポットのブレーキですか、うん、そしてずっと後ろに行くとテールランプがもうなんかこうエンブレムをちょっとこうイメージさせるような、うん、はい、そしてよく見るとものすごく複雑な造形なんですね。そうなんですよ、中がギザ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 、映りますかね。これ羽かなんかモチーフになってるんですか。そうです。なるほど、はい、
ちょっとこう共通性を持たせた共通性を持たせてます、はい、この車は違うんですけど、はい、新しめの DB11 なんかは、はい、シートにこの模様が入ったりするんですよね、はい、あなるほど、こうそうですバックレなんていうんですか、あそうですそうですバックレスト、はい、そうです、なるほど、背中のところですね、はい、そしてこの辺の造形もなんかこれすごくないですか、これ一体なんですね、一体です、一体で風抜けるし、はい、当然ここでダックテール風になってます。これどうやって作ってるんですかね、すごいですよね、普通だったら2ピースですよね、そうですね、はい、もう段差のない1ピースでここが抜けてるっていう、うん、はい、でこれがもう全部このそうです、しかもクォーターパネルから全部つながって、はい、ルーフの形がすごいですね、あそうですね、すごくないですか、これね前から見ると意外とこうなってんですか、そうさっき前でちょっと触れなかったんですけど、そうなんですよ、あ、はい、じゃあそのこの後のそのシートのイメージみたいな こういうラインがそうルーフにもありますね、であともう当然風の流れでしょうね、あなるほど、両方考えて、ここってなんかすごく重要らしいですよね、そう風をその抜くのにね、はい、そうなんですよ、だから意外にこうプレスラインとかこの辺の処理なんかがかなり空力的に効いてくるっていう、はい、あのちょっと話出ちゃいますけど、はい、何回か今までアストンマーティンご紹介してるじゃないですか、はい、まあ後でチラッとでもいいんですけど、ちょっとインサートでもいいんで、はい、インサートというか入れてもらってもいいんですけど、最近のアストンマーティンとか見るともう風の、はい、なんていうんですか、はい、抜け方っていうんですかね、はい、風の利用の仕方、空気の利用の仕方、はい、ものすごい考えてます、はい、あのオーソドックスな FR スポーツなんですけど、はい、考え方はもうスーパーカーと一緒ですね、今なんかそのコンピューターとかでシミュレーションできるようになったのがかなり、うん、そう変わってますよね、そこからみたいですよね、はい、だから見た目で基礎とかそういう問題じゃないっていう今のその空力は、そうですね、うん、はい、確かにすごい、なんかもう本当にすごいボディラインがすごいです、うん、ね、なんかあのフェンダーの膨らみとかが、はいはい、あの綺麗なデザインというよりも間近で見てもらうと筋肉質なんで、はいはい、すごくす、ね、はい、男っぽい、マッチョな、マッチョな感じです、はい、すごいです、リアかっこいいです、はい、ですね、そしてリアこの辺ももうかなり大胆にカーボンパーツが、うん、はい、はい、そしてディフューザー形状でこう同色のパーツがついてたりで、うん、はい、はい、で意外にマフラーはなんかちょっと控えめですね、そうですね、はい、なんかこう4本出しとかじゃなく、あそうですね確かに、はい、うん、なんかこう大きすぎず小さすぎずのが1本ずつ出てる感じ、うん、はい、でもなんかバランスいいんじゃないですかね、そうですね、はい、はい、かなりバランスはいい感じです、はい、あとはもうイギリス車といえばやっぱり内装、僕から気になると思います、ね、ちょっと早速内装も見てみたいと思います、はい、これドアはこれこっちをこう押そう押してください、なるほど、よいしょ、じゃーん、これ若干上にこう上がりつつ上がる、はい、はい、そうです、ドアですね、アストンマーティン独特の独特なやつですよね、そうです、はい、そして内装はグレーとこのブラックのコンビな感じですかね、はい、はい、でもう本当に他のイギリス車と同じようにもう全部レザーです、うん、全部レザーです、はい、ドアも全部レザー、はい、はいはい、でブルーのステッチなんですね、そうですね、なるほど、うん、そしてもうこの辺なんかもこの下も、はい、中も全部、うん、はい、うん、そして他の部分はこのシルバー、うん、サテンのシルバーというか、そうですね、はい、ちょっとツヤ感を抑えてる感じです、はい、まとめてる感じですね、うん、でバングの、はいはい、これ標準ですか、これ標準ですね、あなるほど、じゃあサウンドシステムもついてると、はい、はい、そしてこの何ていうんですか、ここシェルプレートっていうんですかね、シェルプレートっていうか、はい、エントランスステップですね、サイドシェル、はい、ものすごく、はいはい、分厚くて分厚いですね、はい、はい、ちょっとこの辺からちょっとただものじゃない、はい、はい、感じが、でこの辺も全部レザーです、そうなんですよ、そこがなんかすごいですね、はい、すごいですね、はい、ドア開けた時によく見えるんで、はい、ここまでレザーってすごいですよね、すごいですよね、意外に この辺とかってプラスチックだったりとかよく、そう樹脂の部分がね出ますけどね、全部、はい、レザーでございます、うん、そして、まあ、乗る前にちょっと触れちゃいますけど、はい、サイドブレーキがこっち側なんですね、はい、そうです、はいはい、なるほど、アストン独特ですね、はい、で最近だとちょっと珍しめの、はいはい、手動というか、はいはい、ワイヤーのハンドブレーキタイプです、ね、ハンドブレーキですね、はい、なるほど、ちょっと早速乗ってみてもいいでしょうか、はい、どうぞ、はい、ちょっと乗ってみます、よいしょ、よいしょ、あシートは割とゆったりです、うん、はい、タイト感あんまないですよね、ないですね、はい、もうこのサイドサポートも割と小さめで、はい、うん、
ファンジングの、はい、レザーで、うん、はい、そしてペダルはしっかりやっぱり僕ペダルがちょっと気になっちゃう人なんで、はいはい、ちゃんとステンのペダルになってます、うんうん、はい、でハンドルはなんかちょっと珍しい感じのハンドルがついてますけれども、はい、横から押さえつけちゃったような形ですね。そうですね、はい、意外にちょっと縦長な、はい、なんか177そうです、はい、のステアリング177だったり、そうです177です、ね、はい、のステアリングなんですか、はい、はい、と同じ同形状ですね。なるほど、はい、すごいですね。これもなんかちょっとコンビで、うん、はい、両サイドが黒で、はいはい、で、まあ、センターマーキングっていうわけじゃないですけど真ん中でこうステッチが入ってて、うん、はい、でこの辺にボタン類が揃ってるっていう、はい、でパドルがついてて、うん、これもレザー巻いてあるんですか。あれこれレザー、レザーじゃないですか。レザー巻いてありますね、すごい、うん、すごい、なるほど、うん、でこれチルトとテレスコは手動です。はい、手動ですね。よいしょ、なるほど、うん、あ、結構可動域ありますね、はい、なるほど。あ、この辺も全部レザーなんですね。そうです、そうです、すごい。いやもう本当にイギリス車は期待を裏切らないですね。裏切らないですね、はい、最近特にね。そしてポジション的には、まあ、ちょっとブレーキアクセルは全然、アクセルすごいちっちゃいですね。ちっちゃいです。今改めて踏んだらめちゃめちゃちっちゃいです、はい、でちょっとフットレストの位置が、うん、ちょっとかかととつま先がちょっとこう斜めにもなってるんで、うん、ハンドルとこうペダルに足を置くとちょっとこう、うん、違和感があるかなっていう、うん、まあ、この辺は慣れで全然十分対応できる範囲じゃないでしょうか、はいはい、そしてメーターがまたこれちょっと変わった感じの、うん、はい、両サイドからこう、そうですね、はい、タコメーターが逆回転です。そうです、そうです、なるほど、はい、うん、そしてすごいメーターってなんか一番上でしたっけ、はい、12時のところが、うん、なんかこう一番 ベストというか、ああそうですね、ですよね、はいはい、ですごいことになってます。真下どころか、うん、はいはい、真下を通り過ぎたところから始まって、はい、ちょうどこれ何キロですか、これ300キロが真上、真上ですね、はい、そしてタコは7000回転が真上っていう、はいはい、とんでもないことになってます、はい、で他もアナログなんですね、はいはい、デジタル要素は本当に真ん中のちっちゃいところだけっていう、うん、はい、そうですね、なるほど。で結構視認性というか、フロントガラス、うん、この流線形のフロントガラスの割には、はい、視界は良好でございます。悪くないですね、悪くないです、はいはい、ただちょっと屋根がちょっと低い分、うん、はい、少しこう圧迫感が正直ありますね、はい、なるほど、うん、でこの辺がナビですか、これナビです、出てくるナビとエアコンと、はい、うん、はい、そしてここに鍵入れるんですよね。そうです、はい、でこう電灯の、はいはい、ボタンが並んだレイアウトと、はい、エアコンと、うん、はい、この辺がオーディオ関係ですか。そうです、はいはい、そうすると、うん、はい、オーディオナビ関係ですね。なるほど、はい、この辺も電灯のボタンが並んだデザイン、はい、そうです、はい、でコンソールもすごいですね、これすごくないですか、これブルーのステッチに、はいはい、全部レザーでございます、はい、でシートの調整はその脇についてですね。そうなんです、なるほど、これはもうアストンマーチン伝統の、ああそうですね、はい、みんなここですね、はい、みんなここについてます、はい、でシートヒーターも一応つ、うん、いてます、ね、はい、モリー付きの、うん、一応この車はベンチレーションシートになってます。なるほど、ヒーターとベンチレーションと、はい、でこの辺がまた見慣れない感じですけれども、うん、はい、はい、ちょっと開けていい、はい、わすごいレザーの蓋なんですね、これそうなんですよ。え、これ純正でこれなんですか、はい、本当ですか、うん、すごい、なんだこれ、で裏ちゃんとこうバックスキンというかアルカンターラですか、なってますね。でここには、はい、開けてもらって、はい、あ、ここはシガーと、はいはい、USB と、 USB と、はい、でアームレストは、はい、あ、このまま普通に開けてください。ここにもシガーと USB と、はいはい、でこの辺もなんかおしゃれですよね、うん、ちゃんとそうです、ね、ステンの、はい、うん、留め金というか、はい、はい、いやすごいですよ、高級感が。でも、はい、アルカンターラでこう全部貼ってあるじゃないですか、はい、あ、これバックスキンどっちなんですかね。あれなんかアルカンじゃないっぽいですね。じゃないですね。バックスキン、バックスキンっぽいですよね。顔っぽいですね。ちょっと毛足長いですもんね。長いですね。アルカン。もう全部こう綺麗にステッチ入ってますからね。はいはいはい。そうですよね。真ん中こう、はい、2本のステッチが後ろまで。うん、そう、はい。合計8本ですか、はい。はい。そしてこの辺のバイザーなんかも、うん、すごい。このバイザーも可愛くないですか、はい、これなんか、はい、妙に。
まあでもこのフロントガラスの面積からすると十分なんでしょうね。まあ、これでいいかもしれないですね、はい、はい。そしてミラーなんかも、はい、でちゃんとこの裏側もステンの、はい、ステンアルミですかね。アルミですねこれね、はい、プレートが付いてたりとか、はいはい、うん、すごい高級感がよいしょ、すごいです。すごいですね、はい、でちょっとキーもオンにしてみていいでしょうか。はい、はい、ちょっと続けてキーをオンにしてみたいと思います。キーがなんとクリスタル、クリスタルですね、はい、かっこいいですね。これってこのもう標準なんですか。これ標準です。すごい、はい、分かりますでしょうか。クリスタルで中にアストンマーチンっていう、これを差し込むんですよね。そうです。こうシュッと、うん、はい、わあおしゃれっすねなんか、はい、あでちゃんとバンキッシュの、はいはい、ロゴが出てくる。ロゴが出てきます、はい、そして一通りはついてる感じですか。うん、そうですね、はい、あバックカメラ、あなるほど、はい、まあ、決して映りがすごくいいとは言えないですけども、はいはい、まあ、必要にして十分な感じの。そうですね、はい、バックカメラと、うん、あとナビですかね。ナビです、はい、あま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 あ、はい、まあ普通そうですね、ですか。そんなにめちゃくちゃ褒められた感じではないですけれども、そうですね、はい、まあ、必要にして十分なこれも、はいはい、ナビと、うん、はい、あこの辺のなんかあれなんですね、ボタンもそうブッブッて、はい、そう反応します。 iPhone のホームボタンみたいな。あそうです、はいはい、なんかこう物理キーじゃなくてなんかこう、うん、はい、この押した感触がある、うん、はい、ギミックがあります、はい、そしてこの辺も全部ローレット加工になってるんですね。なってます。エアコンも独立で、はいはい、でシートヒーター、ベンチレーション、そうです、はい、うわーすごいいいっすねこれ。この仕掛けいいっすよ、ね、なんか、うん、はい、テンションが上がりますね、はい、いいですよね。すごい、キーもなんかめちゃめちゃ高級感が、はい、両サイドがメッキで、うん、なるほど。じゃあなんかもうそういう快適装備とかっていうのは正直ちょっと少なめな、うん、そうですね、はいはい、感じですね、はいはい、この独特の雰囲気と走りを楽しむ車っていう、うん、そんな感じじゃないでしょうか、はいはい、あグローブボックスとかってないんですか。今開けようと思ったらない気がつきました。ないないんですね。ないです。なるほど、はい、あじゃあ収納ってもうこの中と、はいはい、ドアと、うん、はい、ぐらいですか。あと後ろのはい、はい、そうですね、この座席風収納ですか。そうです。なるほど。これなんかこうパーテーションみたいなのがあって座れはしないんですよね。そう座れはしないです。オプションでシートもあります、はい、あそうなんですか、はい、4名乗車のバンキッシュもあります。あそうなんですね、はい、でも通常標準モデルは2人乗り、はい、あなるほど。ただシートがついたところで座れるかっつったら座れないです、まあ、まあそうですね、これは無理です、ね、はい、はい、だったらこっちの方が荷物乗せられます。なるほど、うん、ちょっと911シリーズよりかもちょっときつい。そうですね、はい、スペースなんで、はい、まあ、ちょっとこの荷物置きの方が正解かもしれないですね。です。なるほど、はい、で後ろは割とこう人乗せないんだったらスペースあるんで、うん、後ろのこの圧迫感はないですね。あんないですね。ちょっと天井のこの低さがちょっとあれですけど、そうですね、うん、前後の圧迫感は全然前後ろスペースあるんで、うん、はい、ないです。こんな感じでしょうか中は。はい、はい、いやハンドブレーキもいいな、高級感あって、うん、グリップちゃんとだってアルミですよこれ。そう、はい、あれ？あ、これってあれなんですね。そう。基本的に下がってるやつなんですね。下がってるやつ。ああ、そう、まあそうっすよね。はい、で上げ引いて降りるとき邪魔になっちゃったら意味ないですもんね。そう。あ、そういうことなんですね。そう。はあ。この辺もすごい高級感がすごいです。あ、うん、全部この辺とかもでも金属なんですね。はい。プラスチックじゃないんですね。あ、違いますね。へえ。うん、あれ、しかもこれバング出てくるやつですか。はい、僕さっき出てました、はい、あそうなんですね。もう一回だけ出していいですか。いいですよ、いいですよ、はい、これってこっち向きでも刺さるんですよね。どっちでもいいんです、はいはい、思わずちょっとこっち向きで、うん、はい、刺したくなっちゃいます、はい、かっこ悪いですからね。そうですね、うん、あそうですよね、この見えちゃいますもんね、うん、はい、これオンにするんですか、うん、はい、あ、見てました。あ、出た、はい、あ、なるほど、うん、あ、いいですね、はいはい、これがやりたかっただけですかっこいいです、これはね、はい、なんかもう車の色気がすごいです、うん、はい、いいな。
じゃあ続いてトランクとボンネットもちょっとチェックしてみたいと思います。はい、これドアはどうやって閉めるのが正解なんですか。これ普通にポンって持てないじゃないですか。そうですか。はい、でも、はい、ガラスは触らない方が当然いいので、もう普通にこのボディを、はいはい、もうここのモールとか触ってもらうしかないです。ああ、そうですね。でも閉まりやすいんで当然クーペでガラスが、はい、アップダウン。でもこれあれイージークローズとかはついてないんですよね。ついてないです。はい。はい、まあでもドアのこの斜めに開くんで、うん、スッと下ろしてもらえばバンって。そうですね、はい。そして剛性感がすごいです。ね、はい、すごいです。そしてトランクが、はい、はい、リモコンもしくはここですよね。そうです。はい。はい、なんかこの突き指しちゃいそうな。はい、そう、はい？はい。これも、はい、どうやって押せばいいんですかこれ。あ、そう、そんなね。はい。すごい。これがね、これすごいっすね。すごいっす。レーシングカーじゃないですか。もうレーシングカーです。全部カーボンっていう。全部カーボンです。ドライです、ね、はい。けどちゃんとこのなんていうんですか、レザーでこうちゃんとね縁がついてる、はい、この内張りも巻いてあって、内張りもついてて、はい、トランクは、うん、広いんですよ。割と広いっすよ。そうなの。はい、長さは当然映ってると思いますけど、はい、全然大きくないんですけど、はい、幅目いっぱい使えるんで。横目いっぱい使えますね。そうなんですよ。だからね、荷物はねで意外と深さがあるんで、もう本当にパネルギリギリまで。そうそう、ギリギリまですごいですね、これ。だから普通にゴルフバッグ2つ入っちゃうような勢いです。あ、皆さんよく気にされるじゃないですか、はい、だから長さは十分足りてるので、下手すると入っちゃいますね、楽に。もしかしたらいけるかもしれない。はい、確かにこの横のスペースは結構使えますね。で意外とこの高さが割にあるので。ですよね。トランクもこう来るわけですからね。そうです、そうです。なるほど、うん、で下とかなんかこうプラスアルファの収納は一切ないんですよ。ないです。はい、でも両サイドが少しへこんでるぐらいで。そうですね、あとはあのもう当たり前なんですけど、はい、この内側の方とか全部見てもらえれば全てカーボンで、はい、カーボンなの。カーボンですよ、全て。こういう内側っていうんですか、このパネル、こういうところ全部カーボンなんですよ。パネルがこっちのね、ボディが当然ボディも全部カーボンなんで。あ、そうなんですか。はい、えこのクォーターのパネルとかもカーボンなんですか。はい、叩いてみてください。本当だ。あ、そうなんですね。そう、なんで、まあ後で言おうと思ってたんですけど、はい、このでかいボディで、はい、でかいエンジンで1700ちょっとしかないんですよ、車重が。はー、通常の多分作り方をすると、はい、おそらく2トン近くなっちゃう。なりますよね、うん、おそらく。なんで、あと見えない部分のフレームとかも、はい、アルミを多用してるんですよ。はい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 、下のぞいたらもう まさにそんな感じだったですよね、はい、なんでそこはものすごい。だからさっき僕が最初に言ったように、はい、まさにスーパースポーツです。はあ、はい、それを感じさせないのがすごいですよね。なんか古典的なスポーツカーにしか見えないんで、はいはい、だから見るのと乗るのと大違いです。なんか外見からはこうちょっとなんかこうそれを感じさせない、まあ、もちろんこのプレスラインとか、はい、こうマッチョな感じはあるんですけど、ちょっとこうなんていうんですか、体育会系というか、はい、汗臭い感じはしないじゃないですか。しないですよね、はいはい、いやすごい、なんかシュッとした感じなんで、はい、そんな超、ね、マッチョな感じは見れないんですけど。であとは、はい、これ面白いのが、はい、カメラマンさん映ります、これ。それは何ですか。これこのレバー、これなんだ。それなんすか。なんすか。閉じ込められた時に。そう、みんな知ってるね。リリースのやつが。そう、リリースのやつ、はいはい、これしかもあれですよね、光るやつ。光る、そう、必要ですか。どっちかっていうと、ほらツッチは誘拐する方だからね、される方じゃなくて。違う違う違う、あ、違うの、はい、これよく見ると、だから入っちゃう方ですよ。よく見ると、はい、こう脱出のマークがついてます、不思議ですね。何のためなのかちょっと理由は分かんないんですけど、じゃあ中からも開けられるような。そういうことですね、はい、そんなのもついてるんですね。はい、なるほど、不思議です。こうか。あ、すごくないですか。リアはついてるんですね。ついてる、イージークローズが。あ、なるほど、うん、なんかいいっすよね、でも、うん、ここじゃなくてここに、うん、ボタンにするっていうのが、うん、はい、あ、まあでも確かに慣れれば。そうでもないでしょ、はい、そうでもないです、はい、全然慣れれば押せます、うん、はい、
じゃあ、あとはボンネットの。ボンネット開けましょうね。はい。もうなんかトランクがあれだといろいろ想像ができちゃうんですけど、はい、はい、ボンネットもすごいですよね。想像以上だと思います。じゃあボンネット開けましょう。はい、はい、これ普通の車と違ってレバーを押すんじゃなくて、はい、レバーがあるんでこれを引く感じです。え、そうなんですか。そうなんですよ。こう真ん中にレバーあるでしょ。それ引本当だ。そう、これを、ね、手前に引いて開ける。やりやすいですよ、これです。あ、これ引くんですね。そうなんですよ。持ち上げるんじゃないんですね。はい、もう想像を皆さんできているようにカーボンです、はい、すごい、はい、もうなんかしかもこの補強というかこうフレームの入れ方もすごいですね、うん、ね、バツで。そうですね、全部ドライカーボンです、はい、で、はい、当然こう補強のタワーバー入ってるんですけど、これもすごいです。でここの造形とか普通の一般の市販車でもこんな作りしないですよね。レーシングカーですね。レーシングカーですよね。でフレーム、まあ、サブフレームですけど、はい、インナーのフレームとか、はい、アルミですね。でこれもカーボンなんで。あ、これもカーボンなんですね。はあ、い、なんかもうエキシージとか、 なんかロータスとかあの辺ぐらいな感じですよね。スポーツに振っちゃってますね、中身は。うん、なんかもうフレームとかも、もう足回りももう本当に直巻きのサスペンションだし、うん、そうなんですよ、はい、このフレームのレイアウトとかこのアッパー、うん、こんなだって市販車ないですよ、はい、はい、すごい。そしてメカニック目線で見るとすごいでしょ。すごいですこれ、ね、うん、はい、全然ラグジュアリークーペじゃなかったですね、はいはい、レーシングカーです。そうですね。そしてエンジンが V12、うん、6リッターなんですね、はい、6リッターですね、うん、すごい。まあこれだけのものを入れるんだったらやっぱりこのボンネット必要ですね。そうですね、納得です。そう、しかもすごいのが、はい、フロントにこのエンジン積んどいて、はい、重量配分がほぼほぼ50対50っていく。え、そうなんですか。そうなんですよ。細かく言うと確かね51対49、はあ、で、もっと言っていいですか、はい、これ前期モデルというかバンキッシュなんですけど、はいはい、この後にバンキッシュ S は出ますけど、はいはいはい、バンキッシュなんですけど、はい、この型のバンキッシュとしては2型なんですよ。オートマが8速オートマ、はいはい、でこの形のバンキッシュで最初にスタートは6速から始まってるんですよ。6速 AT、でこの車は8速 AT、はい、タッチトロニック3っていうモデルです。でしかもそのオートマを後ろに積んでます。え、そうなんですか。そうなんです。トランスアクセルにしてるんで限りなく50対50に近い。なんで12気筒の大きいエンジンを後ろに後ろにみたいな。でなんでこの長さが結果的にオーバーハングというかタイヤの位置も。そういうことなんですね。そうなんですよ。だそこはメーカーとしての強いこだわりですよね。当然レーシング、はい、コンストラクターとしてレースのコンストラクターとしての長い歴史もあるんで、その辺は譲れないんでしょうね、はい。だからそうですね、普通にだってこれで V12、うん、このサイズの V12 に乗せてミッションも前にあったら多分どんな作りをしても50対50って無理ですから、ね、絶対無理ですよ。普通で考えて一生懸命やって、はい、バッテリーだの何だの後ろの方に積んだとしても、はい、65% は前に来ちゃうとか、ね、っていうのが普通じゃないですか。だからでっかいダッシュパネルにも理由があって、はいはい、パルクヘッドをなるべく向こうにこう押し込んでエンジンをボンネットの開口部よりも奥に入れてるっていう。なるほど、はい、っていうメーカーの努力というかこだわりというか感じます。だからさっきも言ったように、はい、アストンマーティンは見るのと乗るのと全然違います。あ、そうなんですか。はい、最新のスーパーカーとは言わないですけど、はい、古典的な FR スポーツに乗ってる感覚ではないです。あ、そうなんだ。もう現代的なスポーツカーに乗ってる感覚です。見た目だけはちょっとどっかクラシカルなロングノーズショートデッキなんで、はい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 、そういうイメージはありますけど、はい、乗るとすごいです。だからハマる人はハマっちゃうんですよ。あ、うん、僕は大好きですね、うん、いやすごいですね。改めてちょっと細かいところ見ていくとすごい車です、これ、うん、ですね、はいはい、あとこういうところがちょっと、あ、この辺もだからいいですよね。ハンドビルド、はい、イングランド、はいはい、トーマス・バーンズさん、バーンさん、はい、手組みでございます、はいはい素晴らしい。ちょっとでも思ったでしょ、その割にこう足元のスペース狭くしてないじゃねえか、はい、でもやっぱり12気筒の
うん、こういういろんな補給類があると、うん、ああいうふうにこうこんだけ後ろにしちゃってるから、はい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 、下すごいっすよね本当に、うん、さっき覗いたっすけど、うん、レーシングカーですよ本当だよね。トゥルトゥルでしょ。すごいよねこれね。これすごいっすよ。なんか真ん中のさアルミのパネルなんかこれなんか社外部品みたいだよね。ああ結構今の車ってこういろんなパネルがついてフラットになってるじゃないですか、うん、これだってパネルがなくてもそうそのフレームの地が出ててもそれも全くないですもん。そう、アルミでね。だからほらあの最近の車はそう土地言うように、はい、なんかこう樹脂のものだったり、まあまあ高価なスポーツカーはカーボンで作ってたりして、はいはいはい、でカバーとしてフラットにしてるからね、はい、これはもう車の設計としてフラットになってるんですごいと思います。リアとかも、もう まんまレーシングカーする、まあ、これね本当よく見るとすごいんですよ。だね意外とあのこうやってまじまじ見てるとあの欲しくなっちゃいます。自分で乗りたいです。いや全然誤解してました僕、うん、かっこいいっす。いいっすね。こだわり詰まってますよねメーカーのね。そして最近のちょっとこう AMG じゃない、うん、メルセデステイストが入った、うん、こうちょっといい意味でこう、うん、アストンらしさがちょっとこう薄れてきてるというか、うんはい、そうですね、はいうん、もちろんいいんですけど、はい、こっちのちょっとこう癖強めというか、うんはい、伝統な感じもそうですね、はい、いいですね、うん、ここで上げます。あパワーウィンドウのそういうレイアウトなんですね。そう窓と同じ扱いなんですね。そうそうそう、トランクと給油口のスイッチです、はい、ちょっと給油口開けます、はい、あそこはワイルドに開くんですよ、はい、どうだっていうぐらいの。これかっこよくないですか。すらしいですよね。えこれアルミっすか。アルミっす。でワイヤーも金属の、うん、この重量感がやっぱりなんかレーシングカーですね。そうですね、はい、これで閉まってます。はい続いてちょっと店頭周りを見てみたいと思います。お願いします。あスモールがちょうど上のところのチューブが光ってますね。そしてロービームがプロジェクターが光る感じでしょうか。ハイビームはそのままプロジェクターが上に、そしてウィンカーはこのヘッドライトの先端というかが光る感じですね。で当然フォグランプはないと。続いてちょっとリアも見てみたいと思います。あリアはちょうどこの中のチューブが細く光ってます。そしてブレーキはそのままそれが明るくなってハイマントも光る。でバックはこの先端が光ってます。でウィンカーは全体ですかね中で。バックフォグはこの下側の先端が光る感じですね。ありがとうございます。ちょっとマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。さすがのサウンドですね、うん、V10 に、ねはい、ものすごくなんかパワフルなサウンドが、うん、ちょっとこれ全開で走ってみたいですね。走ってる、本当走りたいもう一回走りたい、はい、ものすごい勢い、はい、ちょっとこれだけもうまんまレーシングさかなところを見ると、うんうん、ちょっとこの本領発揮したところをちょっと、ねはい、見てみたいです。やっぱりターンパイクとか走りたいよね。ターンパイクを思いっきり下っていきたい楽しいと思うよ相当、うん、じゃあ今回特別にちょっと試乗に行ってみるということで、はい、はい、早速じゃあ行ってみましょう。密ですなんでちょっとマスクはちょっと着用ですけれども、はいねはい、ちょっと一周回っていきたいと思います。うわすごいすごいです本当に、ま、だ毎回すごいしか言ってないけど助手席でこんだけなんかこう硬いものに乗ってるっていうのが分かるのすごいですよ。すごいですよね。はい。完
走るともっとすごいですよ、いろんな意味で。そしてこのマフラーサウンドいいですね、うん、本当にこの辺はシンプルイズベストな感じ で、 そうです、ね、エアコンはめちゃくちゃ操作しやすそうですね。楽です、はい、使い勝手いいですよ、うん、そしてシフトはこの辺なんですね。そうです、ドライブ、ニュートラル、リバース、パーキング、うん、本当に分かりやすい、はい、使わないスイッチがいっぱいあるよりはよっぽどスポーツカーとして割り切ってると思います。そうですね、そうですね、はい、なんかマクラーレンのあの何でしたっけ、うん、650A でしたっけ、はい、めちゃくちゃシンプルな、うん、あれと同じなんか匂いがもう雰囲気一緒ですよね、うん、考え方というか。うわ、本当にめちゃくちゃ剛性ありますねこれ、うん、すごいでしょ、はい、動き出すとすごくわかります。すごい、うわ、音もめちゃめちゃいいです。いや、もう僕そんなに剛性語れるほど知識も経験もないですけど、僕が乗っても分かるぐらいもう車硬いっていうのが、うん、はい、分かります。分かりますね、はい、これは、うん、ちょっと初アストン初バンテージなんで、はい、えバンキッシュです。あ、バンキッシュ、ごめんなさい初バンキッシュ一通りバンキッシュは乗ったことないかな、うん、バンテージとかはあの階層でちょっと動かしたりとかは もちろん何回もあるんで、はい、でブーンってこう道路に出てくるのは初めてなんで、うん、わわわ、レーシングカーですね。そうですね、はい、でね、このステリングが、はい、こう握ってると、はい、思いのほか、はい、いいんですよこの形が。ああ、なるほど、はい、僕好きなんですよこのステリング。だからレーシングステアってこうちょっと横長、縦長じゃなくて横長のイメージ、うん、イメージありますよね、はい、うん、意外にこの縦長な感じが、はい、はい、しっくりきます。太さ的にもちょうどいい感じですね、うん、いい感じです。で、意外や意外、ホーンが親指のところなんですか。ここです。パドルもついてる、うん、あ、そっか、縦長だからパドルも小ぶりでも割と、そうです、はい、はいはい、いけるんですね。いけますね。なんか飛ばしてる感は全くないですけどね。ないですね、はい、いやー、これちょっと普通に流してても楽しいかもしれないですね。そうですね。そしてミラーいいな、これ、うん、いいですね、ドライバーが生えてる、ね、格好もいいし見やすいんですよ、はい、あ、確かに視認性も、うん、いいです。それリアフェンダーのマッチョな感じがすごく、はい、これね、そう、ドアミラーから見えるじゃないですか、はい、マッチョなリアフェンダーが、はい、これやる気になるんですよこれ見ると押しつつ傾斜がきつい割には、はい、絶対的な 長さというか大きさがあるので、はい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 、思ってる以上に視野は悪くないですよね、はい、視界はね、悪くないですよね、あとはこの、なんていうんですか、このダッシュボードの反射、僕ちょっと微妙かなと思ったんですけど、うん、全然大丈夫ですね。意外と平気だよね、はい、あの今みたいに日が当たってて、はい、特にこのセンターがこうツヤツヤじゃないですか、うん、だからこう映り込みで前が見づらいかなと思ったら、そうでもない感じで本当に真ん中だけなんで、はい、助手席、運転席の真ん前はやっぱりこのレザーで反射がないんで、そうですね、はい、見やすいですね。いや、音いいですねこれ、うん、いろいろ演出されてます。そうなんです。はい、わあ、うん。無駄にシフトダウンしちゃう感じ。そう。わあ、いいですね。なんかいいですよね。はい、やかましくなく。そうですね。余裕な感じですね。余裕な感じです。シートもいいですよ、ちょっとゆったりめの、うん、なんか はい、座った感じとか走った感じって、はいはい、気負うことないスポーツカーなんで、はい、飛ばそうと思えば飛ばせるし、はい、
こう流すだけっていうんですかね。あ、そうですね、はい、でも全然楽しいし、はい、もっとこうシートがタイトだったりとか、うん、はい、こうなんかマフラーの音とかこう大げさなのありますけど、うん、はい、そうするとね、なんかこういつでもこう、はい、行けよ行けよって言われてるみたいで、ちょっとそれもストレスになるじゃないですか。このぐらいって一番いいのかなと思いますね。シートもこう低すぎないですもんね。全然、はい、ね、まあ、バケットシートしかりこうスポーツカーでどうしてもすごくシートが低いこう、うん、本当にこの窓からこう頭だけペコって出ちゃうぐらい出したら低いのなんてありますけど、はいはい、そうですね、はい、このぐらいだとちょうどいいかなと思います、ね、はい、うわーうわーうわー、はい、制限速度です、はい、アップマーです、はい、ちょっと回転がねまだ3000しか上げられなかったけど、はい、ちょっとだけ音がねスーパーカーサウンドいい感じになりますよね。 V12 いいっすね。いやーいいですね。ワインディングを、はい、本当にあの飛ばさなくてもいいので、はい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 、箱根のターンパイク結構、はい、道幅あるじゃないですか、はい、ああいうところの下りがこう楽しいと思います。重量がいいので、はい、配分が、はい、ここまでですねちょっと街中ではちょっと持て余しちゃいます。持て余しちゃいますね。でもなんかこう十二人のゆとりも感じられるので、この60キロの雰囲気でも全然、はい、50から60でも全然いいですね。いやこれはいいですよ。はい、で、土わかる？感じるこの突き上げ。今スポーツにしたの。さっきまでは硬かったけどそんなに突き上げないの、はいはい。今はスポーツにしたから、はい、同じ硬さでも突き上げが感じる。そう、あればね、わかるよね。だからタイヤの硬い感じが伝わるというか、ゴトゴトする感じします、ね、はい、これは今スポーツモードで固めにしてあります。そうするとこういう感じになります。あ、なるほど。でもこうバタバタしないのってやっぱりフレームの強さですよね、もともとの。だから足が一応動いてる。本当になんか車硬いっすよ。硬い、車が硬いよね、はい、めっちゃしっかりしてます、うん、だボディのバネレートとか、うん、フレームのバネレートとか、うん、もうがっちりしてます。そうじゃなかったら FR でね、600馬力手前までありますから、580馬力超えですから。そんなのですか。ありますよ。まあ、V12 でそこのクリッターだとそれぐらい普通ですね、うん、しかも NA だから、うん、面白いんですよ。これ高回転維持してね、うん、走るのは最高でしょうね。いいっすね。はい、いやこれは楽しめますね。楽しめます。これはなんかこの辺の色気のある演出と、うん、はい、まあ、もちろんそのロードノイズがこう割とこうなんていうか、もちろん高級車よりかはたくさん聞こえるし、うん、はい、乗り心地もそんなすごくめちゃくちゃしっとりじゃないじゃないですか。そうですね、はい、スポーツに振っちゃってるんで、うん、好きな人は多分これめちゃめちゃ好きです、ね、いや好きだと思いますよ。だってこうじゃあ乗り心地ひどくて乗ってらんねえかって言ったら全然、はい、そんなことないじゃないですか、はい、ちゃんと足動くん で、はい、でこれノーマルモードにすればまた全然変わってくるんで。あ、ステアリングのところでできる。できます、はい、この辺とかじゃないんですね。そうなんですよ。これ LC ってなんですか。ローンチコントロールですね。あ、これローンチなんですね。そうなんですよ。なんかさっきみたいにタイヤがまたつく感じなくなったでしょ、今ノーマルにしたんだけど、なんかまたイタリアのちょっとスポーツカーの作り方とちょっと違う感じの。違いますね、方向性が全く、また違った色気と。だとずっと下を向きっぱなしなのはちょっと残念なところですね、うん、真上とは言わないですけど、はい、まあ、それなりにちょっとメーターの針は動かしたいところです。そうなんですよ、本当はね。
イギリス車とかカーペットがいいですよね。うん、ちょっと毛足が長めの、中の作り方はいいよね、内装の作り方は品があるし。スタートするためにわーって言っちゃいますよね。走り出した時にわーってちょっと静かになるでしょ。ああ、なんかこう不思議な感じなんですよね、バルブの開閉の仕方が。でまた上でもう一回開くみたいな。ちょっと初バンキッシュ、うん、はい、いいですね。わー、これシャーバー感覚が全然わかんないっす。本当？僕全然掴めますよ。本当っすか、うん、慣れなんでしょうけど。ああ、そうかな。こう目の前の景色と、うん、ちょっとこうサイドミラーに映る景色が違いすぎて、本当、はい、リアフェンダーが出すぎてて全然感覚が。これ左で。これ左ですか、はい、これちょっと慣れるまでドキドキしちゃいますね。そうっすか、はい、わー、でもステアリングいいっすね。でしょ、はい、なんか握りやすくないですか。はい、握りやすいっす。意外と。はい。形だけ見るとね。縦長どうなのかなと思ったんですけど。おやっと思うけど、はい、使ってみると悪くないっす。すごく、うん、こう手に馴染む感じが初めて触ったんで。そうですね。あ、すごい、トルク感が半端じゃないっす。いや、すごい、これは。この車すごいっすよ。でしょ。すごいです。これちょっと自分でステアリング握るとも剛性感もっとすごいですね、伝わり方が。わかるでしょ。わかります、うん、いや、これはいいっすよ。ちょっとリアフェンダーのデカさがちょっとこれだけちょっと慣れないと。そうなんですよ、ドアミラーのリアフェンダーの映り込みすごいでしょ。超マッチョですよね。いや、もうなんかこう快適装備とか一切ついてないじゃないですか、うん、あのブラインドスポットとか。うん、うん、けどなんかこう自分でこう操ってる感が。そうです、はい、すごい、なんかあの、はい、なんていうの、育ちのいいエンジンを乗ってるって感じ。なんていうの、なんていうんだろうね、はい、これはちょっと蘇生のいいという、はい、なんていうか、うん、そうですね、うん、ちょっとこれはでも独特っすね、うん。でもね、回した時にまた雰囲気変わるんですよ、アストンのエンジンって。メーターもこれいいですよね、おしゃれ。うん。針もこの反対側もちょびって出てるじゃないですか。はい。はい、時計みたいな。そうですね、はい。はいはいはい。そういうところとかなんか、うん。確かに。タッチも悪くないです。悪くないです。はい。こんないいんですね。こんないいんですよ。本当ですよ。すごくいい車。わあ、わあって言っちゃいますね。車でも本当軽いっすね、なんか。軽いでしょ。はい、あ。ね、わかるよね。でもあれなんですかね、イギリスってなんかこうイメージ的に、はあ、あのこう軽い車で、はあ、こうなんていうんですか、キビキビ走る車、まあロータスだったりとか、はあはあはあ、スーパーセブンだったりとか、はあ、であるじゃないですか。はあ、なんかそういうあれがあるんですかね。ミニだったりとか。ああ、確かに。そして軽く感じます。感じますね。はあ、うん、またなんかこの音、これだけの音が出る車ってやっぱりある程度漏れなく重いじゃないですか。うんうん、はあ、なんかそういうこのギャップ、うん、聞こえる音とこの車の挙動のギャップがすごいです。確かに、確かにそうですね。はあ、いや、ステアリングいいっすよこれ、うん。すごくいい。ペダルも乗ったら別に気にならないです。そうでしょ。はあ、うん。最初乗った時はちょっとこの斜めじゃないですか、はい、フットレストが、うん、でかかとのとこちょっと出っ張ってるんであれかなと思ったんですけど、うん、思いのほかそんなに自然なポジションで、うん、考えられてますねこれね。ナ
ビがもうちょっとこう、そうですね。ね、新しいものに比べて使い勝手がいいと思います。唯一ナビですね。ね。うん、まあでも、携帯が今、Google マップが、そうですね。バッチリ使えますから。うん、これだけの車なのに本当に僕みたいな普通でしょ。あ、普通のおじさん。そう、ギクシャク感全然ないなし。なんかイメージだけでこうやっぱりちょっとなんか敷居が高い感じとか、うん、ちょっと個性強い、うん、癖強めな感じだったんですけど、うん、実際こう触ってみると全然そんなことないですね、うん、いい意味での個性。いい意味で裏切られるよね、はい、あれと思ってこんな普通なんだろう。扱いやすい。いやちょっと貴重な経験をさせていただきました。はい、これでも、いやいいな、なんかこのボタンの仕事もいいっすよ。いいよね、特別感が、うん、はい、なんかさこのクリスタルがさ、はい、すげえ考えてて、はい、これさ、同じに見えるんだよね、ちゃんとね。あー、刺さってる状態でも刺さってない状態でもってことですか、うん、そう。あー、なんだよ、そんなの当たり前だよと思うじゃん、うん、もう一個のスペアキープラスチックだから。あ、そうなんですか。そう、へー、それで普段俺たちほら、シャロイドするじゃない。はい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 。そうするとね、なんかこれで改めてやるとすげー高級感あると思って。あー、なるほど。そうなの。はい、で肘川さん毎回聞いてるんですけど、はい、この車もし触るとすればなんかそのまま乗るのがもう、ね、今回の場合正解の気がしますけど、完成されてますからね、はい、僕はでも自分で乗るなら、はい、とりあえず色、これイギリス車独特のメタリックすごいじゃないですか、はいはい、すっごい細かいメタリックの、ね、はい、なんでステルスフィルムでフルラッピングしてマットに見せる。なるほど、それだけでいいかなって思います、はいはいはい、ちょっと傷を防ぎつつ、そう、ちょっとイメージをこうガラッと変えて、はい、それいいかもしれないですね。ね、なんかそうするとこう、はい、綺麗に見えるかなみたいな。はいはいはい、うん、まあ、そんなのも非常におすすめでございます。はい、はい、というわけで今回はボンドカーズ東京より2015年式アストンマーチンバンキッシュをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。